今回話すのは、越後ときめき鉄道に413系が譲渡されるのではないかという噂についてです。この画像によると、急いで行かない列車という、急行と破難なのかと思わせる列車が2021年4月よりデビューするみたいです。写真は475系みたいですが、わざわざポスターにするための筆写体を ET122 にしないでそういう国鉄型列車にしたのには何か意味が隠されていそうですね。また、新たに伊東川駅に3両の停車目標が設置されたのも意味が隠されていそうです。おそらく日本海翡翠ラインでの定期営業列車に3両はありませんので、急いで行かない列車関係であるのは確実だと思います。また、運行区間は市ぶりから妙高高原とのことです。また、課題点としては ATSPS 型保安装置を新設する必要があります。現時点ではまだ運行区間の情報しか解禁されていないので、今後の動きに期待しましょう。それではご視聴ありがとうございました。